生の思い出になるような試合をしてくれてさ、もっとお前らと野球やりたい。何度も諦めかけた汚れてるユニフォームを見た僕らが過ごした日々は舗装された道じゃない、きっとこの涙は今溢れ出す、駆け抜けた日々も笑顔も汗も血も道しるべになる、今未来への消えること本当にエネバリをな見してくれたし、たくさん高校としてはすごいこうええもんを3年生がこう残してくれたと思う、ほんまにな。で1、2年生なあえてこう食らいついて食らいついてやってたらな、絶対ああいうことが起きるでな。この3年生の分もな、まあシード校シード校言われたけど本当はそんなに力がなくって、もうそれはお前らの方がよく分かってたよな。うん、分かってたけどなあ、だけ練習してさな、ここまで来たわけやから、後輩に本当にええもんを残したと思うな。でもう3年生な、ここからもうこれからの先野球を続けるやつもおるし続けへんやつもおるしな、でも卒業まではみんな一緒やでな、卒業するとこまでしっかり頑張ろう。ええかな、ええか、よし、よし、はい、お疲れさん、気付け、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、3年生本当にお疲れ様でした。俺野球やったって面白かった、楽しかったな。やっぱりやるときしっかりやるし、練習もしっかりやるし な、しっかり目標に向かってな、いろいろ言いながらやしな、その不満もありながらやけどしっかりやることやってきたと思うな。それが最後やっぱりこういう粘りな、まあ、その勝ち切れたら本当によかったんやけどな、本当に最後いいもん見せてもらってな、これからのな俺のモチベーションにもやっぱりなったしな、やっぱり本当にすごくいいもん見せてもらったからな。これからはでもさ、今まではこう野球部の誰々っていうふうに言われてたけどな、野球がなくなるやんか、な野球部っていう肩書がなくなってさ、一人の人間としてここから見られるわけやな。それで野球でな苦しい時もあったしいろいろあったけど、そこで学んだことがさ、今度野球なくなってきた時にどうやって活かせるかってめちゃくちゃ大事だと思うな。そこを今度はさ、この3年生に見せてほしいと思ってな。まあ、これからまだ半年以上な学校もあるし、その先のな進路もあるしな、本当にそこでな今日悔しかった思いがどんだけこうなその人生の糧になってな生かしてもらうかって本当に期待しておるで3年な。今までもな一緒に野球やって楽しかったしな、これからもな期待しておるしな、本当に頑張ってほしいな。で1、2年生なこれからなどんどん厳しいことも言ってるだろうしな、今日なこういう試合で経験したメンバーもそうやしな、全員なベンチ外れても見たわけな、これをやっぱり自分らのモチベーションにできやんだらな意味ないと思うな、繋いでくれた意味がないと思うな、しっかりこれからやってくれ、いいかな、3年生しっかり応援してくれ、ほんでありがとうございました。ありがとうございました。3年生ありがとうございました。なんかもっとお前らと野球やりたかったな、やっぱりめちゃくちゃしんどかったな、いろんなことあったな、でもその度にお前ら乗り越えてきてさ、もう嫌になるくらいバット振らされてさ、嫌になるくらいなノック受けてきてな、本当に本当に食らいついて頑張ってきた学年やったと思うな。で最後のさ、やっぱり試合でお前らの頑張りとかがさ、ものすごいいい粘りにしてくれたしさ、高校野球でこんなこと起こるんかみたいな、今日の思い出になるような試合をしてくれてさ、もっとお前らと野球やりたい。いろんなな苦しいことあった
でもそれ乗り越えてきた。ここでレギュラーやったやつもレギュラーじゃなかったやつもまた同じスタートラインに立つから、もう一回苦しいことしんどいことあるかもわからんけど、ここにおる仲間がおるしな、今まで頑張ってきたこと絶対社会に出て役に立つと思うから、もう一回歯食いしばって頑張れ。ええか。ほんで今日さ、いろんなうちの人とか来てくれてさ、お前のためにいろんななことを犠牲にしてお前のために尽くしてくれて、お前の大好きな高校野球やらしてもらったんやから、ちゃんとここで一回区切りつけて恩返せなあかん、感謝の気持ち伝えなあかん。ええか、そういう大人になってくれ。3年生が残してくれたバトン1年生重いぞなあ、しっかりもう一回踏ん張っていいチーム作っていかなあかんで1、2年生ええか、はい、よし、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなお疲れさん。まあ3年間、まあ、2年半か、本当にやりきるとこまでな、みんなやりきってくれたし、俺もできることは精一杯、まあ、みんなにこう仕上げられたかなっていう。だから俺自身悔いはないなと思ってるし、多分みんなも悔いなくやりきった部分があると思う。まあ、負けたのは確かに悔しいけれども、2年半の3年生がこうずっとやってきたことが、やはりこの試合、ほんまに出し切れたんちゃうかなと、まあ、すごくそれは強く思います。で、まあ、そういう、こう試合の中にこう一緒にベンチ入って一緒に声出してこう一緒にサポートしながらこう一緒に戦えたっていうのは、まあ、俺にとってはすごくこう大きな宝物、すごくこういい経験させてもらったな、本当に心の底からこう今すごく感じてる。みんなも今終わったばっかやからなかなか実感わかへんかもしれんけど、卒業したり大人になったりして、そこから今今日のこの経験っていうのが絶対ほんまに一生の宝物になると思うから、本当に、まあ、悔しいやけども胸を張ってな、やってきたことは間違ってなかったしな、本当にいいところな持ってる子らやと思うからな、これから高校生活、人生大人になってからしっかりとこう頑張ってな、今日のことがこういい思い出として笑えるようにな、またしっかり自分らの道を進んでいてください。僕らが過ごした日々は舗装された道じゃない、きっとこの涙は今あふれ出す、駆け抜けた日々も笑顔も3年間、逆に最後は負けちまってるよ、恩返しに行ったと思うので、いろんな迷惑したんですけど、ありがとうございました。あー、何て頑張った、いい姿切れちゃった、行け行け行け、ありがとうございます。お願いします。まあ、いい姿が見せれたな。ありがとうございました。どんだけ飲んだこと言ってるの、前やったらできるぞって応援してくれたから、今日もホームラン打ってたと思う、おまけだけど、まあ、これからも野球続けるし頑張るから、これからも応援しようぜ。ありがとう。
試合を見せれたなと思ってます。ありがとうございました。まあ、入院試合とかいろいろ迷惑かけたんですけど、まあ、最後こうやっていい試合して、まあ、ちょっと恩返しになったなと思うので、まあ、これからしっかり働いて、まあ、いいもん買って、いいもん貸したのかなと思うので、最後までまたよろしくお願いします。ありがとうございました。泥だらけで固かった。